アルフォンス・ベルティオン・ベルティオンの身体測定法。アルフォンス・ベルティオンは、フランスの警察官僚である。身体測定値による犯罪者識別のシステムなど、鑑識、法科学の基礎を作った。パリに生まれた。母方の祖父は統計学者のアシルギー・ヤールで、父親は人類学者、人工統計学者のルイアドルフ・ベルティオンで、兄も人工統計学者として働いた。 社会学に統計学的方法を導入したベルギーのアドルフ・ケトレイの強い影響を受けた学者たちの中に育った。アルフォンスはベルサイユの高校を中退し高等教育を受けずイギリスやフランスで教師など様々な仕事に就いた後陸軍の軍人となった。軍人として昇進の見込みがないことを見た父親は1879年に 空席となったパリ警視庁の事務職に息子をつけた。ベルディ4は犯罪者の記録を整理する仕事に就いた。当時、フランスでは犯罪者が再犯を犯すことが多く、類犯には重い罪を課せられることもあって、犯罪者が偽名を使うことは当たり前になっていた。それまでの簡単な身体的特徴の記録は、個人の識別にはほとんど役に立たなかった。 父親やケトレイの人類学的研究に親しんでいたベルティオンは身長や前腕の長さなど11の身体計測データを組み合わせるシステムを作り上げ各項目を3分類してデータにすることによって2人の人物が同じ分類に入る確率は400万分の1であると主張したベルティオンの仕事はいくつかの幸運な成功によって評価された 1882年から実証試験が始められ、1882年中に49件の成功例があり、さらにスタッフを増員されて、試験は延長され、ベルティオンは警察官僚として昇進した。その名声はコナンドイルのバスカビル家の犬で、ホームズの依頼人がホームズをベルティオンに次ぐヨーロッパで2番目のエキスパートだと評する記述や、 海軍条約文書事件でホームズがエクスプレストヒズ・インサジーアスティック・アドミレーション・オブ・ザ・フレンチ・サバンという記述がなされるほどになった。指紋による個人識別が実用に供されるようになるのは20世紀に入ってからである。ユダヤ人のアルフレド・ドレフィスがスパイ容疑を受けた冤罪事件、ドレフィス事件でベルティオンは筆跡鑑定の専門家ではなかったが、 提出された証拠の明細書の筆跡鑑定を依頼された4人の1人となった。4人のうち2人は判定不能とし、1人は否定したが、ベルティオンはドレフィウスが書いたものと主張した。その判定の根拠となったベルティオンの確率論の主張は後に、数学者のジャック・アダマール、ポール・パンルベ、アン・リポ・アンカレラによって間違いであることが指摘されるが、1894年に、 軍法会議はドレフィウスを有罪とした。世論の高まりによって再審が求められ、1906年フランス破棄院の裁判でドレフィウスの無罪が確定し、ベルティオンの権威は傷つけられることになった。1911年にルーブル博物館からモナリザが盗まれる事件が起き、ベルティオンは捜査に参加し、指紋の検出には成功した。 ベルティオンの犯罪者識別システムにはすでに指紋も付け加えられていたが、その分類法が確立されていなかったので、後に逮捕された犯人の指紋がシステムに登録されていたにもかかわらず、見過ごされてしまったこともベルティオンのご分生のお点となった。ありがとうございます。